こんにちは、ひょうきです。今回は村井義明さんの ADS5 について説明していきたいと思います。ワールドベンチャーズで稼げる仕組みを作ろう。村井義明さんの作られたワールドベンチャーズの参加者を機械的に集めるツールとして ADS5 というシステムがあります。この ADS5 というツールは完全無料であなたの組織を自動構築します。という夢のようなキャッチコピーなのですが、現実問題として本当に可能なのか解説してみます。まず、村井義明さんについてですが、ワールドベンチャーズの外資系 MLM で世界最速最短で最高タイトルである IMD を獲得したとてもすごい人です。そこまで到達するにはかなりの努力と計画性がなければ達成することは難しいです。ちなみに最高タイトルになると月収で1000万円にもなり得ます。ADS5 を使った人のブログを見ると3年弱の間で8万件もの問い合わせがあり、1万3000名もの会員が集まったと書いてあります。実際に ADS を使うことにより集客できるスピードが使わないよりも数倍早まります。また ADS5 は第5番という意味で、第1番から第4番までリニューアルされてきたと書いてありますが、もし使えないツールで中身が悪ければ第5番まで続くわけがありません。改良に改良を重ねて第5番まで進化しているので、使ってみて損はないツールです。ですので、積極的に Facebook や LINE や Twitter などで情報拡散する人がたくさん結果が出ます。このように ADS5 は自動で集客ができるとても素晴らしいツールで、逆に何もしなくても集客ができてしまうため、スキルが身につかないのが弱点かもしれません。自動で自分のダウンが構築することができて、その組織が維持することができるシステムを開発して無料で使うことができるようにした村井義明さんはとても素晴らしい方です。僕もこのシステムを使わせていただいてます。このようにネットビジネスではいろいろなツールが出回っており、中には高額なツール代を払ったものの全く使えないツールや、 ADS5 のように無料でも素晴らしいツールがあるので、あなたは本当に稼がせられる、中身のあるものを見極める必要があると感じます。そして僕のワールドベンチャーズのチームでは本当に稼げるものをつけていますので、ぜひお試しいただけたらと思っています。最後までこの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。